KZ fam, back with another video, and we got Saitama vs. Tatsumaki full fight fan animation. Y'all already know, I just told y'all, man, we gonna be checking out these fan animations, because they be fire. The little series, we got some more. I think I might do a Goku vs. Saitama, you know what I'm saying? We gonna go crazy. But yeah, man, I need to go lie. Thank you guys so much for all the support I've been getting, man. I appreciate every single one of y'all. If you're new to the channel, you're new to the content, make sure to hit that sub button, hit those likes, and turn on notification bells so you can get notified whenever I drop a video. And don't forget, down in the description, we have the link tree to all my socials. But yeah, man, let's go. ちょっと待ってろ。 新海賊とやらをぶっ飛ばすからな。何よ、じゃ悪いわけ。すごいな、お前。今の何？私じゃ不満なわけ。まあ弟子にするとか約束しちゃったしな。黙れ、お前に私の何がわかる。もういいって言ってるだろ。 武術を体験するために、ここに来たんだ。<笑>あれはSQの杖なす。私たちに対して失礼だとか思わない。今日バレても服狂うかしら。どういう神経してんの。落ちてんじゃん。でも手合わせって言っても、ガチじゃないんだろ。いらないわよ。こっちは急に呼び戻されて2時間も待たされてる。すごいな、お前。今の何？これが本当の蚊取り線香なんつってな。線香と線香をか もう3億年ほど眠ってれば、その面白そうな話、僕があるのよ。邪魔だからどっか行ってて。俺がやりたくてやってんだ。俺もヒーローだぜ。知らないわよ。こっちは急に呼び戻されて2時間も待たない。知るか。俺は新人だ。あ、知るか。 私はあんたより年上よ。お前しつこいから、たまにはマジで相手してやる。聞こえなかったの。もういいって言ってるでしょ。オーダーお返しするわ。 敵たちはどこ？いや、違う。一身上の都合により、お前らをぶっ潰すわ。いつまでやってるのよ。うぜ。もういい。私が一人で片付けるわよ。あんたね。どいつもこいつも私がいないとダメね。ちょっと、うっすぎ。 なんだこの生意気な迷子。変なのが目を覚ますからって高校に連れてきたのはそっちでしょ。ということは、今日がレッドマスター。おお、せえよ。なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。 最強の男になった感想は、パンツ履けよ。いや、これ肌だから。恨みたきゃ勝手に恨め。
このハゲ。はあ、戻れって何よ。うるせえ、黙れ。はあ、よかった。どちもくそ、いつの間にここに。標的を破壊しました。違いません。行くぞ。まずは町一番の大富豪ゼニールの家を破壊して本気だと分からせてやる。ボス。その先生っていうのやめてもらえる。お前か。この町を破壊した超本人は。そう、じゃあそうするわ。入らねえけど、さっきのやつより一回りでけえ。とりあえずぶっ潰す。治りやがったなこの野郎。永久にサンドバッグやってやがる。殴るしかできねえ。Just casually go through a fucking dragon level monster, bro, through the head. Like, what? エレーラの被害なんて知るか。そんなもん隕石に言え。戦いの高揚感は。ほうだ。Unfazed.今夜は卵かけご飯だな。世の中の悪は一向に消える気配はない。Bro. ほら、最初から私が行けばよかったじゃない。分析すんじゃねえよ。もういい。何なのよ。人を顎で使って。ちょっと誰よ。生だからどっか行ってて。を超えるこのスピード、そして衝撃か。分析じゃ。戦わざるを得ない状況にしてやる。逃げられると思うか。すごいなお前。出直すってさ、そういう意味だったの。情けないわね。あんたそれでも最強の男なの。殴るぞ。Go all out。たく、なんなのよ。無職でオタクで引きこもりるだけの29歳だ。キングでいいんじゃね。窓が開いてたもんで。じゃあこれやろうぜ。なんでいるの。ゲームの中でも一等賞かよ。地味とは何を。失礼ね。いや、心当たりはないよ。I knew it, man. 忘れるぐらいのことだからな。遊びは終わり、ここからが本番だ。あの頭。おう、バナナここに置いていいか。で、その話。よし、まだ足は動く。What the どうした。オーバーワークも甚だしい。契約が違うと飛び去るわけにもいかんしな。触んなよ。やっているものだ。あとは任せとけ。もういい。私が一人で片付けるわよ。あ、お前は確か。やれるもんならやってみなさいよ、ザコムシ頭。一つ気がかりな点がある。誰だお前。許せない、ガキだな。私はあんたより年上よ。いやこれ肌だから今遅い。
Whisper, bro. 追いかかってきたやつ。え、それじゃ生き残れねえぞ、吹雪。Oh, she just stopped? Oh, shit. Wait. Oh. Is her path? Did he knock her out or something? 新聞なら間に合ってます。体を鍛えるとか関係ないし、気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。今の何？なんですぐ逃げなかったのよ。前 B 級全員にこんな脅しみたいなことやってんの？安心しろよ。どうせすぐ A 級に上がるから。というかそもそもなんでお前 A 級に行かないの？That was a fire animation, bro. What the hell? That shit was crazy. I ain't even gonna lie. But anyways, thank you guys so much for watching this video. KC fans, stay positive, stay healthy, and most definitely keep that strong mentality, man. Out.